ゆきコラボ肩結びオタクの車の出番だ。さあ、ということで本日のゲスト、はい、始まりましたけれども、あ、もう喋ってます、はい、同時に喋り出しちゃってるんで、まだ同時に喋ったことをこう綺麗に同時に喋ってないみたいな風に編集する技術はないないですね。ないですね、うちのチームには。まだ分かりました、はい、ちょっとブレードランナーの見過ぎで、はい、ごめんなさい。ごめんなさい、ね、ブレードランナーってそういうのありましたっけ。見過ぎでごめんなさい、ちょっと見過ぎちゃいました。その最新技術はないです、すみません。何でしたっけ、はい、本日のゲスト、令和ロマンの車くんです。ありがとうございました。まあね、はい、そんなことはさておき、はい、さておくの、はい、さておいて何。トンツカタの森本さんです。いや、毎回そうなんです。毎回森本なんです。あ、嬉しいけどね、わざわざ僕のこと紹介してくれて、ね、こういうのって当たり前にしちゃ俺いけないと思うんだよね。、うん、そうなのかな、ね、タイマン森本っていうチャンネルだし、ずっと出てるからいいのかなと思って。それがなんかあるじゃないですか、結婚生活長づか、長づかっていうなんか秘訣みたいなことですよ、なんかね。あ、そう、こういうの定期的にやっていかないと、ちゃんとその、いや、視聴者もこの感謝を忘れちゃうんで、森本さんだぞとかね。あ、僕への感謝、そんなんいらないですけどね。僕は啓蒙家なんで。あ、そうなんですか、はい、あ、そういうのを広めていくというか。僕は啓蒙家がメインの1個目の肩書きです。そうなんですか、はい、啓蒙で食ってってるんですか。啓蒙は1個目ですね、はい、あ、そうですか。サブで芸人やられてたんですね。はい、サブで、はい。ちょっとそれ初耳だったんですけど、サブでコレオグラファーをやってます。コレオグラファー、はい、コレオグラファーってなんだっけ。マジでね、なんか覚えてるだけの言葉です。多分あると思います。多分ね、なんか聞いたことあるよ、ね、なんかね、あるんですけど、まあ全然コメント欄で教えてください、はい、教えてください、はい、ハートを押します。管理者が管理者が、ね、管理者が大満森本の、うん、そうですね、スタッフがハートを押してくれるんで、うん、はい、押しますね。いや、どうでしたか、100回。いやー、どうですかね、なんかこう、まあ自分のできることはまあある程度やりつつ、うん、まあでもその国崎さんだったりとか、はい、その川北さんみたいな、なんかその本物のね、こうすごい人たちに及ぶこともまあできず、いやいや、そんなことないですよ。まあかといって、はい、そのなんていうんですかね、村瀬さんの、赤文字村瀬さんとかのような個性とか、こう、なんか岡田さんのようなそのなんか無邪気さとか、こうね、アイナプみたいな、こうね、天真爛漫さとか、古川さんのような可愛げみたいな、そっちも持つことはできず、うん、いやいや、そんなこと全然ないですし、まあ、やめてください、そんなガチ反省は。いや、車の良さが全面に出てた、まあ、今日も京都って中央は中央、そして中道、はい、うん、でもまあそれはそれで一個の、まあ一個のね、まあいいんじゃないの、チャンネルとしてそういうのが一個ぐらいあってもいいんじゃないって思ったんですけど、はい、ちょっと直前に、今日の収録の直前に、はい、サーヤが公開されてたじゃないですか。あ、そうですね、サーヤのが配信された日ですね、今日は。あのね、サーヤがね、あったらね、もう僕はね、何もできないんですよ。なんでですか、サーヤなんてね、一緒にね、うん、大学お笑いで切磋琢磨してたじゃない、はい、だからすごくね、思いつくことがね、こう近くて。なるほど。近くて、あの人の方がこう早いし、うまいしね、綺麗だから。もう僕のね、コンプというコンプが、はい、コンプレックスのことを、うん、コンプというコンプが今、はい、毛穴から吹き出しまして、ちょっと大きい僕を作って、そいつがさっきまで暴れたと思ってた。僕今日はクルーのコンプレックスと対マンしてたってこと。対マンしてましたね、モサモサと、うん、そうだったの。僕もね、マジで危なかったです、見ててよかったです、本当に、はい、全く同じガーシーチャンネルを出そうとしました。マジで同じやり方で、やっぱね、近いんですよね。あ、そうなん、そこの根っこは似通ってたんだ。だからよかったです、そこは被らなくてよかった、うん、だからある程度他の人と違うことできてよかったなぐらいに思ってたら、うん、まさかの安倍さんの写真集被るっていうね。ちょっとすいません、本当にね、たまたまね、みゆきさんのやつはや、その最後までチェックできてなかったんだよね。そうなんですよ、時間の都合でね、土下座から見てたんですけどね、みゆきさん、まあ僕と全然違うことしてるだろうなっていう前提で、うん、まあね、うん、そのチェックしないでもいいかなぐらいに思ってたら、うん、まさかの安倍さんでね。安倍ちゃん生身では出たことないけど、写真集で2回出てるからね、はい、このチャンネルで。まあでもあれもなんか、まあ、伏線みたいなことで、車さすがだなってちょっと思ったけどね、うん、あ、そういうやり方あるんだっていう、はい、なんか車だからこれやったんだっていう風に思っちゃった。全く張ってないですよ、張ってないですか、伏線。いや、まあでもそういうことにね、してもらえたら助かります。そういう個性、ね、伏線系なかったってことで、あれ、
あの救われましたよ、さすが森本さん、こう、はい、スッとしました。なんかああそうですか、伏線系今までいなかったですよって言ってくれたことによって、はい、あ、これでもう一個こうタイトルとかにもなったらね、ああよかったなぐらいの、コンプの車がちょっと小さくなったんですか、あの瞬間に。いや、まあ一個ね、その存在証明ができたらね、あの存在価値というんですか、レゾンデートルと言いますか、難しい言葉使うね。ああいうのが、あの僕はね、できればいいんですけどもね。いや、なんか車本人がまさかそんな風に思ってるとは思わなかった。あ、本当ですか。多分、見てる方と周りの、ね、うん、スタッフ、僕含め、うん、全員が車の良さが出たオリジナリティ溢れる、はい、タイマンって思ったけどね。いや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 、何が言いたいんですか。長尺の嫌でしたけど、はい、否定ばかりが先行してタイヤも出せない方です。すみません。いやいや、放末、放末候補なもんで、僕放末候補、いや、すごい難しい言葉使ってくる。難しい、ちょっとね、本当に頭でっかでいいかなところが出ちゃいましたね。冴えてピカピカでしたよ。出てました。本当ですか。はい、あら、とても良かったです。嬉しい、学校の寝方します。大丈夫、あんま疲れ取れないからね、それでも。はい、はい、うん。いや、あるけど、ビクってなるやつあるけど、なんか落ちたみたいな夢みたいな、ね、ぐってなる時あるけど。あれもう終わってるんでしたっけ、タイマー森本って。タイマー終わってます。ああ、だからボケなくていいんです、別に。間違いました。でもなんかこの性格だからこそっていう感じもあるよね、はい、車の。あ、本当ですか。だからこそどんどん面白くなっていくというかさ、なんとかね、不安なんでね、にもかかわらずそのさ、うん、なんか貫禄というかさ、堂々とできてるじゃん、ずっと。まあまあ、それは定年、定年ですよ。諦めの年と書いて定年。そんな言葉あるの。はい、定年があるので、うん、アメトークの時とかさ、はい、すごい頼もしかったじゃん。一緒に初登場だったのにもかかわらず、そうですよね、スタッフさんが車に、車、森本のことよろしくなって言ってたからね。そうですね、頼まれましたね。で、本当に本番中いろいろフォローしてもらったりとかして、うん、本当に初登場同士とは思えないさ、はい、その仕上がりの差、はい、あったじゃん。 なんであんな風にできるんだろうってずっと思ってた。なんかね、その、うん、別に怖いものはないんですよ、僕は。もうしょうがない、自分のことそんな期待してないし、なんか素晴らしいと思ってるんで、周りの人たちのことを。だからこの人たちが輝くために僕はこう、なんていうんですか、こう前に出て死んじゃっても大丈夫っていうふうに思ってるんで、だから傷ついてもそこはいいんですよ、ある意味。え、何その鉄砲玉の考え。そうなんですよね。だからこううまくいけばいいなって、アメトークとかそういうふうに思ってて、あの時に森本さん抱えて、森本さんが今後アメトークにも山ほど呼ばれるだろう、素晴らしい才能だからっていうのを思って、こう僕を使ってください、森本さん、僕が切り開きますっていう気持ちで、僕が玉焼けになりますっていうので、バーンって出てたんですけど。初登場で。だからそのあんまり今森本さんがそのとこまで、あれ、あの後アメトークって。いや、出てない。本当に申し訳ないです。え、車が謝ることなんですか。はい、いや、僕の頑張り不足だった。いや、ずっと責任感じてたんですよ、今日まで。ずっと言えなかったんですけど、本当に、本当にもっとね、僕がね、本当にもっと僕が細ければだったんですけど。それ、日原さんのつかみね。はい、ママタルト日原さんのつかみ。本当、僕が細ければ、森本さんがもっとアメトークに出れてたんですが。そうなんです、はい。あなたの体型の問題なの。もっとちょっと、もっと骨格がね、ちょっと、ね、ウェーブだったらよかったんですけど。キュッてしてれば。何せ、はい、ナチュラルで。いや、ナチュラルに越したことないでしょ。もっとウェーブだったらね、よかったんですけど。僕が出れてたの、ね、もっと、はい、僕が。全然因果関係が見えないけど、ね。もっと僕がブルベ夏だったら出れたんですけどね。それなんかメイクとかのやつでしょ。はい、僕がね、どうしてもイエベアキーなばっかり。イエベアキーなんですか。もっとブルベなやつ。何が何だか僕は分かんないけど。多分出れたんですけどね。そうなの、うん。ちょっと申し訳ない、本当に。肌診断によって僕が出れる、はい、出れない決まってたってこと。はい、はい、あ、そうなんだ。いや、ちょっと腹割れましたね。そう、はい、いや、あんまピンとこなかったけどね。本当ですか。言ってることが。もう盲腸ぐらいまで見せました、今僕の。結構見せてくれたね。見せました。あ、虫垂炎って言わなきゃいけないんですよね。今ね、はい、盲腸って言っちゃいけない。言っちゃダメなの。なんか放送ねはあんまりよろしくないんですって。なんかあんま、中枢炎っていうのは正しい言い方だから言ってくださいっていうの意外にあるんですよ、最近こういうの。あの、将棋倒しとかはね、将棋にちょっと悪いイメージを持ってるから、将棋連盟の人があんま使わないでくださいっていう。なんて言えばいいの。将棋倒しって言わないよ、他の言葉を使ってください。まあ、そうね、事故の悪いイメージだから言わないでくださいよとかあるんですよ。ああ、それはこっちに委ねられてるんだ、どう呼ぶかは。はい、言わないでくださいよって。
あ、そうなんすね。あるんですよ。いや、まさかアフタートークで学びがあるとは思わなかったです。いや、それは僕はやっぱ、はい、すごいね。怠慢で伏線回収して。僕はやっぱ、はい、啓蒙家なんでね。アフターで学びを提供する啓蒙家、はい、教育系のコンテンツで。あ、そうなんですね。本当にすごいわ。 いなかったよこんな人。いなかったですか、うん、ちょっとそのインテリジェンスが過ぎるというか、はい、なんか頭良くなった気分になれました僕。いや、なんかこれがなんかあれですね、なんかいや、じゃあれですよ、私立で中高一貫の男子受験、中学受験しちゃって、そこからなんか大学まで慶応とか行ってんで、でそこからお笑いなんか大学行ってたやつのそのなんか良くないところですよね。いやいや、そんなことない。全然そんなことないよ。はい、なんかこうナチュラルに、ナチュラルに腹に敷くような。こんなお顔でしたっけあなた。ちょっと今あの自分を守るためにあのごめんなさいね、こうな、うん、玉置浩二さんの発声の仕方で、はい、こうやって歌うからね。めっちゃ嬉しいよね。あの申し訳ない。田園のサビの時の玉置浩二さんの顔になってるけど。ね、本当に。すいません本当に。ごめんなさい、いちいちね鼻につくようなこと言って。いや全然僕は鼻についてないですよ。本当ですか。はい、それは森本さんの鼻が摩擦係数がゼロだからですよ。ああごめんなさい。鼻につくようなこと言っちゃって。ごめんなさい。摩擦係数とか。ごめんなさいね。いそれプラマイゼロになんないですよ、その表記の動きで。すいません。何祭りなんだよ、これは。すいません。すいませんね。いや、もういいです。手を下ろしてください。すいません。はい、肩痛い。まあ、なんか余裕っぽかったんで、うん、なんか100ツッコミ。あ、本当ですか。はい、もしよかったらまた。そんな意外かね。パーデュン？いや、聞こえてなかったんだ。聞こえてなかった、聞こえてなかったにしてはリアクション大きすぎるわ。あ、ごめんなさい。はい、もしよかったら、はい、出てください。出りたいです、これと、はい、実は、来週、はい、今日サーヤだったじゃん、はい、来週サーヤの。え？2回目2回目そう、2週連続でサーヤ。はぁ、すげぇすげぇでございますね、やっぱね彼女はね、やはりあの我々のね、部分からしたら叶いませんよ。本当に本当に僕もね、トキちゃんのね、トキちゃんのリュック背負わせていただきたいですね。西田がね、最近はい、トキちゃんのリュックね、ヘルシア、ヘルシアの方でもいいんでね。ヘルシアさん、私リュック背負うんでね、お願いしますよ。本当に叶いませんね。いや、何このモード、すごいね。こんなモードあったんだ、すごいね、本当にね。いやだってサーヤも一緒に出てたじゃん、アメトーク一緒の回。全然一緒の感じでよかったじゃん。あんな女傑とは一緒にならないですよ。女傑とはね、女性のね、あんなのすごいですよ、うん、無理無理、ね、あ、そうなの、こんな感じなんだ、はい、いやいや全然僕からしたらね、両方とんでもない才能の持ち主っていうね感じですけど。もう全然無理です。あ、もうクッションに逃げるぐらいクッションを縦に使うぐらい、うん、クッション離反ですよ。クッション離反だってクッション離反ね、ほら、これのこんなもんですよ。僕なんて、いやいや、クッション離反ができんだったらいいわ。クッション離反ですよ。じゃあよかったわ、うん、なんか避難訓練でもして帰りますか。なんでだよ、なんでこのテーブルの下もテーブルがあるんで。いいって、これ仮木ですか。仮木、何仮木って。仮木、なんかいい家具。いい家具、いい家具、いい家具じゃない、わかんないけど。どうですか、この僕の知ってることをただ言うだけの現象どうですかね、バットついてますか。バット非表示か、今ね、バット見えない。バット非表示か、ね、数はね、バット非表示か。グッドまみれです、うん、はい、この回は。これどうですか、なんかせっかくだから、これ本当に 4K でアップロードしてくれませんか。はい、 4K でアップロードしてもらって、 4K 画質で。そしたらすごさっきのもすごく多分重くて結構諦める人いると思うんであ、再生させないようにしたい。はい、なんかその、なんていうんですか、その僕のことどうしても好きな人は見てくれて、あの、こういいコメントとかつくけど、そのこれを1080とか1080、60でアップロードしちゃうと結構いろんな人が見に来ちゃって、結構言っちゃうんで、あの、やめませんかな。360みたいなのは絶対見えないようにしましょう、あれ、あの逆に。下を削りましょう。あれできないんですかね。そんなんできんの。下を削るのはできないんですかね。あれね。落とせないようにする。通信制限の下を見れないようにして、なるべくそこはもうやっぱりこうね。いやいや、みんなに見てほしいよ。めちゃくちゃいいもんだって。いや、燃えちゃいますよ。いや、燃えないよ。燃えますって。これを見た、もしかしたら今後タイマン出てくれる人が、うん、こう投資が燃えるかもしれないよね。お先がカモン。
お後がヒアウィーゴーだ。あ、そうだ、ごめんなさい。お先がカモンじゃないか。招き入れんな。あ、ごめんなさい。カモンじゃない。お後がヒビゴー。行け。ごめんなさい。ヒアウィーゴーだから。ということでね。はい。ごめんなさい。こういうことですか。ぜひぜひまたいらしてください。で、はい、出たいです。この、あの 100ボケ100ツッコミの方にも出た後に戻ってきます。あ、佐久間さんのやつのいいんですよ、はい、佐久間さんのやつ、まあそれも出てほしいけど、結構嫌ですか、あのタイミング、なんかあの同じような嫌じゃないよ、同じような出させてもらったしね、あのモニタリングで。あ、そうか、そうそう、一緒に仲良くやっていきたいから。あ、そうか、分かったです、はい、よろしくお願いします、佐久間さん。ということで、令和ロマンぜひお願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。ね、そのあのあるある探検隊の前の組み方、アルバル探検隊の組み方しちゃいました。しちゃうなよ。ごめんなさい。無意識かに、ということで本日のゲスト、令和ロマンの車でした。ありがとうございました。爆笑問題の太田さんがやるやつだ、これプシュって。子供の頃よくやった、これね。5になったらバンってなっちゃうやつ、正式名称知らないやつね。11から始めて、うん、もう終わり。